して3ヶ月奥にはみほちゃんがいる。何が起こったの？さあ、きっと神様が守ってくれたんだよ。違うよ、愛の力。僕も自慢だよ、みほちゃんが優秀美容師の一人に選ばれるなんて。全部剛くんのおかげだよ。ごめんみほちゃん、僕やっぱりいけないや。それに貸し切りだなんて贅沢ちゃうよ。天才でございます。でも私は働きすぎちゃったのかな。心配かけてごめんね。なっちゃったんだ。本当？よかった。私ね、変に偉い剛くんよりちょっとダメな剛くんの方が。ここには夏美との思い出が詰まってるんだ。本当？剛くん、ちょっと立って。1万回いくよ。剛くんはできる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 できじゃない。ずっと生きて翼のそばにいる。なんでなんでしておるだろう。なんでなんでいつも飲んでるからな。
シスコ。ただのファン、私の彼氏はいるんだけど、貧乏役者で。ビルト、これは美女と野獣の野獣の演技、見事です。夏美さん、聞きたい。ただ私は不死身、仮に私を倒したとしたら本当の夏美は死ぬ。外に行っちゃダメだって。一体何があったの、美穂ちゃん。お前のことなら何だって分かる。